リテラの正体が判明。井上太郎さんによりますとこのリテラさまざまな偏向報道を行っているマスコミでございますが共産党のお仲間であることが明らかになりましたこのリテラの運営者について簡単に調べてみましたところあの室井柚月さんとの関係も確認されてしまっておりますが 皆様、現状日本においては、さまざまな自由が認められており、そういった自由を悪用する形で、偏向報道やデマが垂れ流されてしまっておりますので、皆様、こういったおかしなマスコミによる偏向報道などに、騙されないように注意していただくよう、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました